ジョーダン EJ13 はジョーダンが2003年の F1、世界選手権に投入したフォーミュラワンカー、デザイナーはアンリュ・デュラン。シャーシは EJ12 の改良型であり、フロントノーズの形状などは修正された。ワークスのホンダエンジンを失い、カスタマー仕様のフォード RS1 を搭載したが、たびたびエンジントラブルに見舞われた。メインスポンサーだった DHL の離脱。 人材の流出などにより、十分な開発作業を行えなかった。それもあってか、第3戦ブラジルグランプリ決勝では、ファーマンのマシンのサスペンションが走行中に突然、壊れたり、第13戦ハンガリーグランプリのフリー走行中に、これまた、ファーマンのマシンが走行中にリアウィングが突然、外れたりなど、安全性を疑うようなトラブルも起きている。レースドライバーは、 前年からの起用となるジャンカルロ・フィジュケラとルーキーのラルフ・ファーマン、そして2戦のみ、スポット参戦したゾルト・バウムガルトナーの3人。日本 GP では、元山・アキラが金曜フリー走行に参加した。大荒れの第3戦ブラジルグランプリにおいて、フィジュケラが自身の初優勝を飾る検討を見せるが、入賞はこの1勝を含めて2回にとどまった。ルーキーのファーマンは、 スペイングランプリで8位入賞を果たしたが、ハンガリーグランプリのフリー走行を2日目、走行中に、突然、リアウィングが外れるトラブルに見舞われて、タイヤバリアに突っ込む、大クラッシュを喫して2レースを欠場。代役として、サードドライバーのバウムガルトナーが、ハンガリー人初の F1 ドライバーとしてデビューするに、至った。結局このシーズンは1勝を含むが、入賞は3回となり、 ランキング9位に終わった。ハンガリー GP にて、太字はポールポジション、車体字はファステストラップ。ありがとうございます。